小笠原さんね、やっぱ相変わらずうまくてね、やっぱ入りとか素晴らしいですね。なんかね、もうちょっと感動しましたよ、ここね。でね、まあちょっといろいろ、細かいとこ指摘していて、若干ちょっと中盤に論理の運びが請求だなと思うところがあったりとか、なんかこう、途中ね、なんか華僑の、韓国で華僑のうんちくんが入って、まあこれ結構この映画のポイントでもあるんだけど、なんかこう、効果的にそう、なんか、この位置にこの分量で挿入するのが妥当かどうか僕ちょっと疑問なんですよね。若干なんか本当、本気で脇口にそらすように読めちゃう。この入れ方だとね。うん。いうことなんだけど、これもね、やっぱり今回ね、ちゃんときちんと批評して、一つ成立するものの一つなんですよね。で、これさ、なんかさ、僕なんでね、これ選んだかっていうとね、これやっぱ批評しやすいからなんですよ。これタイトルがほぼネタバレっていうか、タイトルが、なんかテーマをほぼ言ってるわけね。だから新世界、新しき世界って放題だけど、まあ、新世界ってまあボーンって感じで出てくるんだけど、なんだ新世界って何かっていうと、これはもう韓国の古い儒教社会の終わった社会なんですよね。で、それ何かっていう時に、この映画ではなんか古い世界っていうのが結構親子関係、父子供関係が強烈な旧社会で、それを警察、まあこれ警察ヤクザのダブルスパイのね、主人公の話なんだけど、警察が古い社会で、まあ、父親代わりの上司と主人公との関係が濃密に描かれていると。で、じゃあ新世界何かっていう、やっぱヤクザの社会で二重スパイとして入っている、警察のスパイなんてヤクザのふりをしている主人公なんだけど、もう兄貴分のことが大好きで、もうちょっと BL っぽくなってるわけね、一言で言うとね。で、そっちが新世界なんですよ。で、ヤクザも内部構想がドカドカやって、もう全部ネタバレ喋っちゃってるけど、まあ主人公の兄貴分が死んじゃうと、でも死んじゃうことで、で、兄貴が死ぬときに自分が警察のスパイだってことって分かってたことが告白されると。で、もうすべてを捨てたより自分のことを愛してくれた兄貴に準じるために、主人公がヤクザのトップになって終わるっていう、で、新世界誕生みたいな、そういう世界なわけですよ。まあだから別にさ、これってさっきのクーリンチにおけるね、なんかこう、シャオスーとシャオミンっていうのが、まあ、台湾社会とそれをなんか自分のものにできない国民の比喩みたいな感じのあれと同じで、なんかわりかしこう明治的に描かれてるもんで、別にそれに乗っかるもいいし、逆方向から裏から登ってあえてそれを無視して読み解くっていうのは全然ありなんだけど、まあそれは基本なんですよね、あれが。だから別にガンダムがニュータイプを描いていて、それがニューエイジ思想の影響があるとかも自明でしょ。それをやっぱ大空さんしっかりと抑えながら書いていて、でこれはすごく参考文献もね、当たるべきものにも当たってるし、非常によく書けてると思う。で、過不足なくね、でもね、オーソドックスに行きたいんだったら、これね、女性の、ね、扱いがね、ひどい映画なんですよ。で、そこに関して結構評価を、まあ、半分は意図的で、半分は無自覚なんだと思うんだよね。で、まあ、ほぼかなり意図的なんだけど、そういったところもしっかり書いておくと、より説得力があるかなと思いました。で、その上でどう独自の解釈転結が肝で、そこ若干弱いんだよね。で、まあ、小沢さんのこれね、この批評のオリジナリティっていうのは、じゃあ主人公は、じゃあ、新世界の方に行くんだけれど、でも彼が、もう一番好きだった兄貴分はもう死んじゃっていないわけですよ。で、だからその、新しい世界っていうのが、なんか、に彼が選んだ、兄弟の方なんだけど、その兄弟の絆ってものはもう失われてしまって過去のものってあるっていう、すごい皮肉な状態に置かれるんだけど、そこに注目してるのが結構この小笠原さんのオリジナリティなんですね。ここがやっぱすごくいいんですよ。で、ここをもっと膨らませなきゃことが、この批評のオリジナリティを勝ち点灯を作るんだけど、そこがね、分量的にすごい短いんですよね。ちょこっと書い、結構結論文に大事に書いてあるんだけど、全然具体的に詳述されてないわけね。それが非常にもったいないなと思ってると。だからこの映画の描く新世界が美しい関係性をなぜ過去のものとしか描けなかったのかっていうところに本来分量を割かなきゃいけないんですよ。なので、なんかとか普通の絵解きの部分はもうちょっとギュッとしてもいいし、なんか華僑の扱いみたいなところっていうのは、なんかもうちょっと本筋に組み込むことができるんだと思うんだよね。ある種こうマイノリティのね、韓国社会における、なんかこう韓国のやっぱ古い世界におけるマイノリティの象徴として出てくる華僑なんだよ。なんか本論に結構俺これ組み込めると思うんだよ、脱線気味に書くんじゃなくて。で、ね、なんかアクセントとしてわざと脱線気味に書いてるんだと思うんだけど、あんまりうまくいってると思わないので、もうちょっと本論に組み込む形にして、最後の新世界を選ぶんだけど、すでに兄はいないというところをどう小笠原さんが解釈して、そこにどういう評価を与えたのかというところをもっとしっかり書くことによって、この文章ってはもっともっと良くなると思います。あれをその、でも非常によく書けてると思います。はい。